今大会が日本のファンの前では初めての試合、そして初優勝、すごい選手ですね。何やら衣装が何を期待してみたいと思います。男子シングル1位、ロシアのエフゲニー・プルシェンコさんです。ロシアの新星、恐るべき16歳とご紹介していいと思います。フリーでは4回転3回転のコンビネーションをあっさりと成功させて完璧な演技を見せました。男子シングル優勝、ロシアのエフゲニー・プルシェンコ選手です。彼はこのプログラムは非常になんかこうひょうきんなところもあるんですよ。衣装もちょっと何かを期待させるようなそんな衣装です。めったに転んでいるところを見ないこの選手なんですが、ちょっと転んでしまいました。試合の、ね、直後のエキシビションというのは試合でもって集中した分、その分集中力が残ってないんですよ。でしょうね。ですからエキシビションに、ね、出てきて、それでジャンプを飛ぶというのは、ね、結構大変なことなんですよね。ちょっとおどけたような表情を見せています。このあたり見せ方も非常にうまいですよね。そうですね。決めました。そして得意のビールマンスピンを見せます。小道具の帽子を飛ばすような場面も見られました。非常にコミカルでひょうきんな演技を見せてくれました。男子シングル優勝、ロシアのエフゲニー・プルシェンコ選手でした。大変お茶目な一面を見せてくれたエフゲニー・プルシェンコさん、4回戦を武器に世界の頂点を目指すロシアの新鋭16歳です。 And that was a very joyful performance by Evgeny Plushenko from Russia. Did you like his wiggling? The fans don't want to go home yet. ちょっと聞こえないぞと言ってますけども。Would you want to see Evgeny skate more? もっともっとと言ってますが。
この手拍子に応えてくれると思います。アンコールに応えてもう一度演技を見せます。ロシアのエフゲニー・プルシェンコ選手。あれですよね、もう本当体に染み込んでるっていうね、もうところまで練習してるとしか言いようがないですよね。でまたねジャンプだけじゃなくてステップも本当上手なんですよね。フリーのプレゼンテーションでは 6.0 満点も飛び出しました。名実ともに完璧な演技を見せてくれましたエフゲニー・プルシェンコ選手です。ジャンプステップに加えてこれだけの表現力を持っているという恐るべき16歳、男子シングル優勝ロシアのエフゲニー・プルシェンコ選手の演技でした。もう一度出ていただけるようですよ。 You'll be back! Here it is! すでに日本でも人気者です。2度目のアンコールに応えますエフゲニー・プルシェンコ選手、男子シングル優勝です。ちゃいますよね。これは持って生まれたもうあのバランスっていうのは絶対でもありますよ。すごいすごいの一言でした。この技術力に加えて表現力もあります。男子シングル優勝ロシアの新星エフゲニー・プルシェンコ選手の2度目のアンコールでした。